これで調べるでいいのかな？さっきの詰め所から借りてきた鍵使えるかな？開いた。よし、行くよ、なるほどくん。まあ、今出てないメンバーで言ったらもう、あとプロデューサーがいるとしたら。行くよ、なるほどくん。お、やる気満々だな。さ、お先にどうぞ、なるほどくん。腰は引けてるみたいだ。こんにちは、行くか。はい、コテージ内。いるかな？お、なんだ？10月18日某時刻、第2スタジオコテージ内。武士道。武者部類の夏。ダイナマイト侍。あ、ダイナマイト侍ってなんか前言ってなかったっけ？あ、これプロデューサー？わあ、びっくりした。誰？え、あ、私たち、ニボサブさんの弁護士ですけど。そう。あなたは、姫神、プロデューサーの、すらりとした、綺麗な人だな。おのが急に、どうした？なるほど、龍一。いつもの、なんか、話し方と違う、すらりとした、綺麗な人だなって、なんか急に成人みたいな喋り方になってんだけど。じゃあ、とりあえず聞くか、事件当日のこと。事件当日のことなんですけど、姫神さん？台本、はい？台本、探してるの。台本ですか？殿様の第13話。今読みたいの。事件があった日のこと聞きたいんですけど。私は台本読みたいの。ダメだこりゃ！じゃんじゃん！おい、なんだこいつ、なんだこいつなんだけど、さすがに、なんだこいつ。あの、急に流れた BGM。殿様について、話が聞きたいんですけど。はぁ、姫神さん？テレビやってるわ、毎週。言うべきことは全部、そこで言ってるから。なるほどくん、テレビ見ろって！僕に怒るなよ。なお、こいつ。なんなんだよ、こいつ。監督のこと。監督、うざいさんでしたっけ？すごい、うざそうな名前の。彼は、どういう？言わなかったかしら。私、今、台本を探してるの。他のことは興味がないわ。なるほど、くん。撮影所ってこんな変なのしかいないの。変なのって言うなって言いたいところだけど、変なのしかいないな。おばちゃんといい、監督といい、プロデューサーといい。確かに。なるほどくん、もう行こう。他のところを調べようよ。そうだな。ちょっと。なんですか？うざいに会ったら、これ渡しといて。なんで私たちがそんなことを。それ渡したら、なんか喋ってくれるかい？ガン虫。やだ、この人。泣くなよ。わかりました。見かけたら渡しておきます。なるほどくん、おっとな。なるほどくんはさすが24歳だよ。第13話の台本持ってきてちょうだいと書かれている。自分で言え。じゃあ、なんだ？もう、調べるか一応、なんかしらあるかもしんないから、はい。殿様に使うセットのデザインを決めているようだ。セットを組む予定なんかもメモされている。なんでこんなにお金がかかるんだ？まあ、それしょうがないんじゃん？そういうもんなんじゃないの？僕はあんま知らないけど。武士説昔の映画のポスターだな。武士主演、イブクロタケシ。あ、やっぱイブクロちゃんなんだ。武士ってやっぱり、武士って呼ぶのかな？あー、それ自慢の喉で大スターにのし上がる武士の話。そんな感じなの？イブクロさん、歌もうまかったからね。スターにのし上がる話なのに、なんで事態が室町なんだよ。まあ、それあれなんかな？なんか昔の時代を、まあ、背景にしてる、なんか、エンタメ系の映画って感じなのかな？武者震いの夏主演、イブクロタキシでやっぱり。これまた随分古いポスターだな。これ全部じゃあ、あのポスターのイラストは、イブクロタキシってこと？あー、これ、懐かしいな。誰にでもある、ひと夏のロマンスがテーマなんだよね。テーマはともかく、それがなんで侍に馬なんだよ。そして、ダイナマイト侍。一個一番おかしいのがある。
古びたポスターだ。ダイナマイト侍、主演、イブクロタキシか。被害者のイブクロさん、昔はすごかったんだな。で、これは曇りガラスで外は見えない。10月も半ばを過ぎて、日差しもすっかり和らいできた。なんか急に普通のことを言い出すな。なるほど、龍一。そしてこれはここで会議をしていたらしい。机の上には資料にお茶、紙コップなどが並んでいる。なるほど。ここであのお偉いさんと話したんか。うん。あとは特に何もなさそうかな。じゃあとりあえず、あれかな？うざいに、今もらったメモを渡す感じになるのかな？とりあえずは。うざいよりよっぽどうざい人から渡せって言われたんで、うざい。うざいね、姫神のメモ。うざいよりうざかったです。あ、そうだ、プロデューサーから預かったんですけど。え？13話の台本持ってこい。そういえば、どこやったかな？どこかで忘れてきちゃめちゃいい。どうしよう。また怒鳴られるな。パワハラされてる。震えてる。かわいそう。なるほどくん。監督さんが行きそうなところ探した方が早いよ。そうみたいだね。パワハラされてんだけど、この撮影所パワハラが横行されてんの？怖すぎる。怖すぎるよ。こんなんが正義のヒーローの撮影所だなんて嫌すぎるんだけど、仮面ライダーでね、仮面ライダーの撮影場でなんかパワハラ起きてたらめっちゃ嫌じゃない？あ、また来ちゃったね、殺人現場。調べることを済ませたらすぐ他のところへ行こうね。一応じゃあここにありそうな感じはするよね、撮影現場だから。で、これかな。あ、これ監督さんが座るやつだよ。あ、これ関係ないか。座ってみたかった。監督、あ、そう、監督が座る。迷いちゃん、ちょっと、その椅子のあたり調べてみてよ。さっき、監督が言ってただろ？どこかに台本置き忘れてきたって。はあ！あった！めっちゃ汚れてんね。あったよ、なるほどくん、台本。やっぱりね。台本をポケットに突っ込んだ。第13話、ポケットに突っ込む大きさじゃなさそうだけど、めっちゃめちゃでかいポケット使ってんね。じゃあ、これで、移動するで、渡せばいいのかな？なんかなんとなくうざいとこ来ちゃったけどさ、よく考えたらプロデューサーのとこ行けばよかったんか。まあ、いいや、一応、はい。見つけたよ。見つけてきましたよ、台本。でもさ、こんなに遅れちゃって持っていくのが怖いよ、僕。悪いけど君たち持っていてくれないかな、お願い。あのプロデューサーさん、そんなに怖いのかな。まあ怖そうな感じはしたよね。すげえパワハラしてそうだもん。まあ普通の人じゃないのは確かだけど。あー、なんかペロペロし、キモすぎる。お前頼んでる時なんだから、せめてペロペロはやめろ。せめてお願いポーズをしていてくれ。はいはい、持ってきましたよプロデューサー。殿様の台本だよと。持ってきましたよ。はい、台本でーす。そう。はい、渡した。あ、感謝の一つもないんですか？ありがとうとか。おしまいですか？それで。静かに。今、台本読んでるから。ちょっと！いい加減にしてください！何様のつもりですか？私たちは迷いちゃん。いつも、イカれてんなって思ってたけど、さすがに常識はわきまえている。いや、わきまえてはないか。まあ、なんだ？倫理観というか、一般常識というか、まあ、最低限小学生が守るレベルは、わかってんだな、お前は。煮干しの弁護士。はい。疑ってるの？私よ。まあ、姫神さんだけじゃなくてね、うざいやつとかもあり得るからね。あ、いえ、そういうわけじゃ。事件のあった日のことだったかしら。はい、聞かせてくだ、あ、言ってくれんのか。正午からここで会議があったのは知ってるわね。はい、監督とかテレビ局の人たちと一緒に。そう、じゃあよく聞きなさい。あの日のここ、このコテージにいた人間は誰も第一スタジオに行くことは不可能だったの。なぜですか？道が塞がっていたから。ほう、道が？え？何？急に何？急に証拠品ファイルを、あ、突きつけるのところになってたんか。あ、え？何？あ、道が塞がっていた。これは気になるよ、とりあえずは。事件当日、道が塞がっていたんですか？
ここへ来る途中、サルマゲドン見たでしょ。さあ、サルマゲドン？あれかな？あの、テングザルをモチーフにしてるやつ？首の折れた猿よ。ああ、あれですか。すごいネーミングだな。サルマゲ、うお、な、急にリアル。え？な、びっくりした。めっちゃリアルなんだけど。なにこれ？え？ちょっと待って。今すっごい興奮してる。めっちゃリアルじゃん。よくあの首の、え？なんで耐えれてたの今むしろ。なんか、明らかに首でかすぎるドラえもんみたいになってんだけど。あの首、事件があった日に風で壊れてね。首をどかす作業が始まったのが3時過ぎ。道を通れるようになったのが4時過ぎだったの。いい？胃袋が死んだのは2時半。でも、ここにいた人間は午後4時過ぎまで、このコテージに閉じ込められていたの。第一スタジオになんか行けたはずがないわ。なんですって？これはほんと。3時過ぎにクレヨンを使って首をどけてもらったの。外の会社の人に頼んでね。作業した人たちは覚えてるはず。でも、首が壊れたのが2時30分より後だったら、第一スタジオ行くことはできたはずです。2時30分。胃袋が死んだ時間ね。いいわ。来なさい、来なさい。あのサルマゲドン、元気な時は時間をアナウンスするの。4時でござるとか。サルだからな。なんか時間を言うやつ多くね。なんかこのゲーム。あの首を調べてみなさい。首が壊れた時間で時計が止まってるわ。ほう。ああ、なるほどくん。時計。2時15分。いけるやん。おいおいおい。15分の間でいけちゃうやないかい。2時15分で止まってるよ。2時15分 ?2 時15分ってことは違う、逆か。2時15分より前だ、あ、でもそっか、30分、あ、ダメ、ごめん、嘘。ごめん。30分に死んでるから帰ってこれねえわ。そう。この道は2時15分から4時過ぎまで塞がっていたの。だから、私たちは無実。胃袋さんが第一スタジオで死んだのは2時30分か。じゃあ、そういうことだから。どうにかいけないもんかな？あのなんか後ろの方にある木が生い茂ってるところ、あそここうグッグッって無理やり入っていったらいけないことないと思うけど。サルマゲドンの首のデータを法廷ファイルに記録した。まあ、あれかな？それとも、本当に門の前で塞がってたみたいな感じなんかな？どうなってるの？他にね、道がない状態で。ニボサブさん以外、胃袋さんを殺した人いないじゃない。もう、ダメだ。参ったな。一度、事務所へ戻って考えてみるか。あー、これは難しいぞ。まあ、どうなんだろう。あの時計をどうにか動かすことができるんだったらね、時間を誤操作させるみたいなことはできるかもしんないけど、そこら辺がいまいちまだ分かってないから、どうなんだろう、難しそうだけどね。まあ、何かしらのトリックがあるのか、シンプルに関係してないのかわからないけど、10月18日某時刻、なるほど法律事務所。でもわざわざね、口止めしてるくらいだからなんかありそうではあるけどね。とりあえず、何の手がかりもなくなっちゃったな。監督たちのアリバイはバッチリで、他の手がかりもない。まあもう、見つけるとしたらあれかな？入り込んでるキッズ。あのキッズに話が聞けばまだ可能性はありそうだけど。お先。真っ暗だなぁ。え？マヤミキさん？おい、このゲームマヤミキさんとコラボしてんの？諦めないで。まだ早いわ。マヤミキさん！え？まだ手がかりは残ってるでしょ？おぉ！千尋さん、そんなし、なんか、すって、ぬるって出てくんの？なんか、え？あ、こんにちは、どうも。もっと早く出てきてくださいよ！ごめんなさい。ピンチになって迷いが本気を出した時しか出られないの。ということはピンチですか今。ええ、かなり。手がかりって何ですか。もち、そうだよね、もちのろ、あの少年よ。あのキュータだっけ。俺全部見てたんだ。ええ、でもな、お前らなんかに教えてやるもんか。
でもまあ僕らね、正規のヒーローの味方だって言えばなんとかなんないかな。あの子、協力してくれそうもありませんよ。なんとか方法を見つけるしかないわね。とにかく、もう一度撮影所に行きましょう。もう、あの子が最後の手がかりなんだから。あの子がね。いやー、まあ何かしらの方法があるのかな。この胸出すぎててちょっと YouTube 的に大丈夫か不安なんですけど、とりあえず相談するか。これからどうすれば撮影所、ああそうだね、少年から聞く、気づいたこと、何か気づいたこととかありませんかね。千尋さんだったら迷うちゃんは分かってなかったけど、そうね、何か、ああまだデータ足りないか、ごめんなさい。なんかどこかで聞いたようなフレーズだな。やっぱ姉妹なんかな、迷うちゃん。あ、千尋さんの間で、あ、そういうことか。データが足りないわって言ってたの。あ、そう、あ、なんかいいね。なんかすごい良くない今の。今、あってな、あ、こんにちは、どうも、おばちゃん。ぶち切るおばちゃん。なんか、千尋さんどうにかしてください。10月18日に某時刻、エータ撮影所、正門前。大丈夫ですか、おばちゃん。どうしたんですか。ごしゃくな。どうやら、今まであの子を追い回していたらしいな。今度会ったら、必ず、どうやら、捕まえられなかったということはまだこの中にいんのかならしいな。こっちは、人質取ったからね。人質？人質って、なんだ？人質？おい、その法律で禁止されていくことじゃないだろうな、ファンの子供。あの子どうなりましたか？今度、見かけたら、ひねりつぶせ。まあ、ワイルドなマダムね。ワイルドなマダム、ワイルドすぎちゃんだもんな。さっき監督と会ったんですけど、心臓が痛い。大丈夫、おばちゃん。大丈夫かな？ちょっと危ないよ。死ぬ前に一度、イブクロちゃんにお参りよ。そういえば、殺人現場にお参りしたいとか言ってたな。え？どうしよう。え？何？なんか大事そう。あの人質って何です？あの子逃げてる時に、脅して行きやがったから、きっとこいつを取り戻しに来るはずよ。聞き取りにくい。なるほどくん、その人質。キュータくんから話を聞くのに、もらえればな、おばちゃんから。なるほど。おばちゃん、その、ダメだよ。おばちゃん、あの子を捕まえてやるんだから。なるほどくん、何か取引できる、取引できる材料。取引ね。何かあるかな？取引できる材料ってなんだ？なんか持ってっかな？まあ、一旦安心と安全の弁護士バッジで。過呼吸になってる、大丈夫、答える気はないみたいだな。なんかあるかな。お参り行きたいとか言ってたけどさ、おばちゃんカードキー持ってないとかあるかな。この施設の人間だからさすがにないかな。どうだろう、持ってなかったらこれ渡してお参り行ってあげてね、その代わりその人質ちょうだいみたいな、まあ取引できなくはないけど。お、それ第一スタジオに入る。ええ、カードキーです。おばちゃん、ひぶころちゃんにお参りを。お参りをしたいんだよね。ファンだから。おばちゃん、カードを持ってないんですか？あの辺は担当じゃないから。カード、貸しとくれよ。どうしよう。あのスタジオ、入れなくなるぞ。まあでも、もうあそこ特にないもんね。渡すか。はい、どうぞ。なるほどくん、貸してあげたら。そうですね。はい、じゃあこれ、本当は煮干しさんのなんだけどね、カードキーをおばちゃんに貸した。貸したも借りてるものをさらに貸すっていう、あんま良くないことしてるけど。あんた、おばちゃん、人に借りは作らないたちでね。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、なんだ、おばちゃん、これ持っておいき。これが人質？これ何ですか？殿様のカードですか？あの子が落としていったんだよ。あいつにとっちゃ大事なもんなんじゃないかね。確かにそうかもな。小学生の
キュータ的には殿様のこのカードは確かに大切なものかもしれない。ありがとうございます。もらっておきます。さっき言ってた人質ってこれのことか。殿様のカードを法廷記録に、殿様のカードトレーディングカード、子供たちも、あ、子供たちに大人気でみんな集めて、そういう感じなんだ。トレーディングカードね。じゃあおばちゃん行くから。おばちゃんスタジオの方へヨロヨロと走っていたぞ。じゃあおばちゃん、ちょっと気になる、おばちゃん、おばちゃん大丈夫かな。ちょっとおばちゃん、あ、でも第二スタジオは行けないでしょ。一応ちょっと見れる。うん、胃袋たけしが死体で見つか、あ、それだけか。おばちゃん、おばちゃんちょっと悲しい、おばちゃんちょっと悲しいな。なんか急にそんなスンってなられちゃうとおばちゃんってなっちゃう。おばちゃんが急にか悲しく見えてきちゃった。え、あ、キュータいるか。10月18日某時刻、撮影所スタッフエリア。キュータ、あ、あ、君ちょ待てよ。なるほどくん、今の子、ええ、あれが大滝キュータです。楽屋に逃げ込んだみたいね。さ、これはもう逃げ場はないよ。少年、大志を抱きなさい。10月18日某時刻、撮影所楽屋。確かここに逃げ込んだはずだけど、いた、あ、いた、うん、まずい、逃げられる。お待ちなさい。よかった。戻ってきたの。よかった、戻ってきたわ。なんで、嘘だろね。私たちに協力してもらえないかな。ね、あ、俺キュータ。あら、あやさとちひろよ、よろしくね。よろしく。なんで急に人が変わったように。まあ、こっちも人が変わってからね。僕はなるほど龍一だよ。聞いてねえよ。もう完全にあやさとちひろさんに、あやさとちひろさんにぞっこんじゃん。じゃ、なるほどくん、あとはおやちひろさんがやった方がスムーズにいくて、これ完全に、あとはお願いします。自信ないな、完全に千尋さんがやるべきだってこれ。殿様について、殿様かっこいいよな。僕も好きだな殿様。まあこの事件あってるまでちょっとあんな見ねえわみたいなこと言ってたのは内緒だけど、あんたに殿様の何がわかるって言うんだよ。なんだよその言い方は。なるほどくん、少年を相手に怒鳴っちゃダメよ。そうだよ、少年相手に怒鳴るなよ。もう完全になんか、もう千尋さんやって、本当に僕じゃダメだってこれ絶対。なあ、君は事件について何を知っているんだ。お兄さんに教えてくれよ。何も知らねえよ。ダメだ、何か餌がいるな。この餌はもう僕はもらってっかね。さあ、殿様のカード、トレーニングカード。ういー、これ欲しいかい。キュータくん、これ、あ、俺のトレか。トレか？トレーディングカードのことだよ。大人のくせに何も知らねえのな。これあげるからさ、話聞かせてよ。それもともと俺のじゃ正論ですいません。資本主義社会の基本は等価交換だぜ。のお前、資本主義社会とかその年齢で言わんだろ絶対。大人のくせに何も知らねえのは。なんだ、殿様で資本主義社会の話すんのかな。うく、小難しいこと言いやがって。なんだ資本主義社会って、わかんねえって思ってんだろうなきっと。なるほどくんは。大地さ、いらねえよ。そ、いらないの、そんなカード。え、そのカードさ、ダブって持ってるんだ。あんたにくれんてやるよ。おいおい、話が違うぜ。あれと取引したきゃもっとレアなやつ持ってきな。レアなやつ、レア、焼き加減のことか。大人のくせに何も知らねえのな。これはもう、なるほどくんがおかしい。レアカード、珍しいカードのことだよ。レアカードね。いや、え、どうしよう。どうすればいいんだこれ。え、待って、話すこともできないでしょ。まあでもここ一応あれだな、殿様のね撮影所だし、なんかどっかに落ちてないかな、レアカード。な、頑張れば、なんか頑張って探せばどっか落ちてんじゃね。お、10月18日某時刻、第2スタジオ固定時内。あ、スタッフ。あら、こんにちは、スタッフじゃん。プロデューサーは？あ、どうも、
こんなところで何を？あ、ええー、ちょっと資料の整理を。はい？そちらの彼女、なんか雰囲気変わりました。雰囲気はめっちゃ変わってますね。なんか知らんけど放狂してるし、まるで別人みたい。気のせいですよ。気のせいじゃ絶対ないもん。胸が明らかにおかしいけど、そこ以外はまあ、なんか違うんだよね。なんだろう。何が違うかって言われたらなんかあんまわかんないでね。服装も髪型も一緒なのになんか違うっていう。そうですよ。違うと思うけど、もうコスプレしてるみたいな状態になってるからね。さてことで、とりあえずじゃあ話をするか。ファンのことも。あれからあの子は見かけた？まあ、僕は見かけたんですけど。いいえ。さっきまで大変だったんですよ。KB のおばちゃん、あの子を追いかけ回していたんですけど、結局逃がしちゃってすごく怒ってました。うん。僕たちも見たよ。さっき詰め所で羊羹を握りつぶす。手でまず食ってんの？で、しかも、それ握りつぶすって、おばちゃんも、そこまで向きになるなよ。で、胃袋さんね。壁のポスター、みんな胃袋さんの？まあ、そうだろうね。そうですよ、ほんと。こんなことになって残念です。でも、最近は、人気が落ちていたとか？そうですね。あのことがあってから、ですね。あのこと。これは何か関係があるんじゃないか？あのこと、今回の動機になってたりするんじゃないか？弁護士さん知らないんですか？胃袋さんのこと。知らないけど。ごめんなさい。私、余計なこと言っちゃったみたい。いや、これ大事だって絶対。いや、あのことはね、今後の話の展開的に大事になってくるかもしんないよ。一応言って。気になるな。何？あのことって。すみません。まあ、私の口からは。やれやれ。また、口止めってやつか。いや、もうここまで来た口止め。どういう口止めなん？またお金もらってるだけ？お金もらってるだけだったらちょっと言ってほしいけどな。僕も同じくらいの額出すから。僕も10万もらってんだったら僕も10万出すから。頼むよ、言ってくれよ。じゃあどうしようかな。ちょっとわからんし、とりあえずこの3つ突きつけてみるか。まず空っぽの小瓶。さあ、すいません、わかんないか。一応ね、ここら辺新しく仕入れた情報だから一回経由してみて。あ、殿様のトレーニングカード。実は、私も集めて、いや、これはあるぞ、もしかして。あと1枚でコンプ、おっと、待てよ。これは、もしかして、その1枚を僕が持っていて、代わりにじゃあ、これあげますって言ってレアカードをもらえる流れでしょう、これ完全に。コンプリート？カードを全種類揃えることです。この時代はそういうのまだ普及してなかったのかな？ちょっとわかんないけど、なるほどくんの年齢で知らないことあんのかな？へぇー。あ、それは私が求めていた1枚ってこと？これ、これ、このカード、ずっと探していた最後の1枚。汚い女だと思われるかもしれません。でも、お願いします。できました。私とそのトレード、なんかあれ、なんか相撲取りみたいなやつと、あれは悪大感かな、真ん中のは。で、右のは何、なんか知らん新しいキャラクターがなんか左右にいるんだけど、なんドスコイしてんの、一番左のやつ。あ、トレード交換です。私レアカードが余っているんです。レアカード。いちいちめんどくさいな。なるほど、珍しいカードのことです。何卒お願いします。何卒。なるほどくん、乙女に恥をかかせてはダメよ。なんだこの意味不明な盛り上がりは。交換するしかねえ。いいですよ。本当ですか、嬉しい。じゃあこれ、はい。おお、めっちゃレアそう。トノスマンカードの一種、コレクターにとって特別な価値がある。そんなもんとトレードしていいの、本当に。キャホー、いっちまった。いいことをすると、すがすがしい気持ちになりますね。なんか、さっきも聞いた、そのセリフ。そのセリフ、迷いちゃんの時も聞いたな。ただ、今回は、ちゃんといいことをした。ほんと、そうですね。そう。じゃあ、とりあえず、これで新しいというか、ねえ、このレアカードもらえたから、これをキュータに見せれば、もう完全に取引成立って感じになるのかな？キュータ、持ってきたぞ、この、レアカード、くらえ。なあ、このカード。そのカード、俺の持ってない最後のレアカードだ。最後なんだ。くれよ。なんだ
この食いつきの良さは。よし、お兄さんと取引しないか。いいぜ。殿様スピアに悪大カーもつけるよ。いや、カードはいいんだ。質問に答えてくれるのがキュータ可愛いの。なんかすごい可愛く見えてきた。なんだそんなことか。いいよ、何でも聞いてよ。レアカードをキュータ君にあげた。さあこれでもう答えてくれっしょ。さ、なるほどくん、お話を聞きましょう。資本主義社会って言ってたもんな。こちらに有利なことがあったら明日の法廷に来てもらうんです。キュータに来てもらって大丈夫かな。なんか信憑性ないとか言われない。まあでもとりあえずはね、この事件の真相に迫ることを個人的にでもできるから、そこは重要よ。さ、殿様。殿様好きなんだ。だってかっこいいもん。おお、出た。そっかな、あんま子供に人気なさそうな顔してっけど。兄ちゃん外見じゃないんだよ、生き様がかっこいいんだ。もう小学生のセリフじゃねえ。小学生が生き様を語るで語ってもいいだろ、別にそんくらいは。兄ちゃんも好きだろ殿様。大好きだよ。なあどこがいい殿様。やばい、人情に熱い人から戦う姿、煮干しのファン、煮干しのファンです。もう相手のね、ここ逆に実は殿様の知らないぞ。僕煮干しさんのファンだから、そういう人もいるよな結局。仮面ライダーとかってあんまりその新人の人が多いからあんまりないけどさ、そういうなんかね、俳優目当てで見るみたいな、そういうタイプです僕。すいません。ふわ、兄ちゃんマニアックだな。マニアックなんだ。君に言われたくないな。なあ他にもあるだろいいところ。まだあるのかよ。な、どこがいい殿様。やっぱでも今までの話を聞いた感じ、もうこれ一択でしょ。熱い人柄、やっぱ心なわけよ。そうだな、適当に答えるしかない。人情に熱いその人柄に惚れちゃうかな。だよな。ああ見えて意外と優しいところがあるんだよ。なあ他にも全部かいいところ。まだあるのかよ。な、どこがいい殿様。戦う姿、これはもうメインでしょ、この殿様という全てにおいて。適当に答えるしかないな。敵をやっつける瞬間かな、スカッとするし。やっぱそうだよな、殿様絶対に負けないもんな。見てくれよこのアルバム。おお、殿様メモリー。なんだこれ、殿様の写真ばっかり。俺殿様のショーには必ず行くんだよ。おお、デパートの屋上や遊園地でやってるやつか。でさ、殿様が勝った瞬間をこうして写真に撮るのさ。一つ残らず全部写真残ってんだぜ、完璧に。見てくれよこれ、新しいデジカルカメラだよ。あら、かっこいいわね、最新のモデルじゃない。だろだろ、買ってもらってばかりなんだぜ。このアルバムのタイトルは殿様栄光の足跡。そう、めちゃめちゃ好きなんだな。なんか可愛らしい。殿様はどんな時でも絶対に勝つんだよ。まあでも僕個人的な意見と言わせてもらいますと、仮面ライダーとかスーパー戦隊とかそういうものも全部全体的にそうなんですけど、やっぱり、ね、毎回勝っちゃうとそれならつまんないなっていうか、もう絶対勝ってるとやっぱ次回そのピンチになっても結局勝つんだろうってなっちゃうんで、そこあえて逆に何回も負けるシーンがあった方が、こっちとしてはめちゃハラハラ感があるんでいいんじゃないかなって僕は思いますね。お兄ちゃんよかったらこれあげるよ。いいの。あれデジタルカメラで撮ったからさ、データ残ってるし、また作れるから。わざわざ申し訳ない、本当に。じゃもらっちゃおうかな。もうめっちゃ好かれてんじゃん。栄光なし、こんなんもらっちゃっていいの本当に。めっちゃ大事そうじゃん、だってこんな思い出詰まった。後で後悔しない。チロさん働かなくても生きていけそうだよな。まあここもやっぱ千尋さんの人柄の良さが出てんだろうな。じゃあ事件について、君は事件があった日もここに来ていたよね。なんか BGM がやみました皆さん。ああ、その時何か見なかったかい、キュータ君。これは正義のための質問なの。殿様はいつでも正義の味方でしょ。あなたもそうでなければダメよ。俺は見たんだ。全部見たんだよ。こいつからはまだ聞き出せることがありそうだな。さあ、目撃したこと。キュータ君、聞かせてくれ。事件があった日、君は何を見たのか。あの日、ここに着いたのは2時くらいだった。おばちゃんに見られないように
道の外の林の中を歩いてたら、すっかり迷っちゃったんだ。30分くらいかな。で、やっとスタジオの前に出たんだよ。そしたら。どうしたの、キュータ君。おお、いる。殿様が悪い奴をやっつけたんだよ。悪い奴をやっつけた。殿様スピアでさ、いつものように一撃だよ。すっごい迫力だった。ほえ、怖くなっちゃって。ああ、すごい迫力で怖くなるってことは、ガチで死んじゃってるってことなんだろうな。あの日は、それで帰ったんだ。そうなんだ。それは、大変だったね。あんた、言葉に心がこもってないな。いや、そう?千尋さん。はい。これってつまり、トド様が殺人犯ということになりますよね。そうね。そして、監督たちはアリバイがあるから、トド様じゃない。その通りよ。すると、犯人は煮干さんしかいないことになる。そうね。予想外のことだけど、この子を法廷で証言させたら、依頼人は確実に有罪。ああ、そういうこと?あ、そっか、確かにそっか。いや、でも、ああ、そっか、おばちゃん以外中の人入れる人がいないのか。いや、もうだから、どうしよう。どうしよう。いや、もう、あの、第二スタジオにいる人たちがどうせ犯人なんでしょ?法廷に呼ぶの、やめましょう。そうね。そっとしておきましょう。え?そうはいかないっす!この声は、この特徴的な語尾は、糸どこ刑事だったー。今の話聞かせてもらったっす。この少年は重要な証人っす。我々が手厚く保護するっす。さあ少年、刑事さんと警察署までランデブーっす。やだよ、うわー。困ったわね。手がかりはこれでゼロになっちゃったわ。最悪な形で。どうするんですか、千尋さん。私、そろそろ帰らないで。千尋さん?千尋さんだけは、すごい信頼できる人だと思っていたのに。大丈夫。なんとかなりますから。いや、明日法廷来てくださいよ。自信ないから。なるほど、一つ聞かせて。あなたは、煮干さんの無実を信じているの?どうかな?いや、僕は信じてるよ。僕は信じてんだけど、なるほどくんの、その性格的には多分、彼は信じてません。ここまで煮干さんに不利な状況になると、だって、このなるほど龍一という男は、依頼人を信じていた発言するわけがないような言葉をね、何度も発していたわけですよ。自信がなくなってくるよな。なるほどくん。あなたが信じなくて、誰が信じられるの?本気で怒られてしまった。まあそうだよ。なるほど、龍一。それが弁護士の仕事なんだから。まあいいわ。明日、法廷で会いましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくね。続く。飛べコンティニュール。さあ、てことで、これにて、探索は、今回も終了ということで、次回は法廷になるのかな?まあ次回はね、キュータが証人として出てくることになるんだろうけど、まあただね、まだキュータが話していない情報とかもあるだろうから、そこら辺からまた真実を紐解くことができるのかなと思っているけど、今のところ全く何も思いつかないので、正直この依頼を断りたい。